マイクマイルの皆の者こんにちはじゃこんにちは出るではにゃーか初めから出さんかお母さんたち暑い中よう来てくれたさあ大変待たしたのこれよりは我らの演舞を取り行うその前に南谷にちんとばか聞いてほしいことがござるほれほらやはそれではまず一つ目は小さいお子さんが後ろの方で見えないところにおったら前の方に出してやってくれという願いじゃん。ほらんか右側に左側によってもいいか右側に脇の下あたりにいるかもしれない脇の下あたりにいないし最終的に左は見んのか左もちらっと見ておくがよい出来上がっているさあよいか小さな子は隠れておらぬか大丈夫ですかまた後から巻いたときは入れれそうなところにはちょっと見えるところまで出していただきましょうでは続いて聞くわよっしゃ続いては立っとる者たちをなるべく座ってくれんかということじゃなどうしても人垣ができてはな後ろの方の者たちは見えん上になるべく協力してほしいどうしても足腰が痛いよ立っておりたいよち者はぐっと後ろに下がり一番後方の者たちのみが立っとるという状態この状態を作りたいそうじゃそうじゃ協力正しけど協力ありがとうございますありがとうございます座れる方座っていただきましてね座れるようにいらっしゃいましたらこちらの方も空いておりますのでお越しくださいませ空いているところ見やすいところを見つけてすぐと前の方に行っていただけるとありがたい協力正しけどありがとうございます心優しき旅ばっかじゃな素晴らしい弱火の衆準備はいいの我ら名古屋おもてなし副将隊400年前よりよみがえりし者の子たちの生きた証かっこいい貴様を存分に楽しむじゃ参るぞいいぞ出征陣わーさあ皆様改めましてこんにちはこんにちはありがとうございます我ら名古屋おもてなし部将隊拙者陣笠隊の総務にございます夏にござります部将の皆様にお仕えするため我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし部将隊陣笠隊よろしくお願いいたしますありがとうございますさあ今から皆様にですね、はい、我らの熱き演舞をお届けしてまいるのですが、はい、今一度ですね、はい、一度注意をさせていただきたいと思います、はい、まずですね一つ目先ほど申しましたように皆様が見やすいようにご協力配慮をお願いいたしますこれ我ら皆様のご協力あっての演舞でございますので、はい、こちらもお願いいたしますそして2つ目、はい、今日はですね大変天気も良く日光が皆様の顔に降り注いでおります、はい、こちら我らの演舞ですね15分から20分ほどの演舞となりまするの で、はい、こちらですね水分補給ちゃんと喉乾いたなと思う前に、はい、しかと水分補給してちっとでも体調悪くなった方はですね、はい、木陰行って休むなり体調管理をしかとお願いいたします、はい、そして3つ目、はい、これ一番大事でございます、はい、我らの演舞はですねもちろん戦でございます、はい、なのでですね本日お集まりの皆様こちら戦に参加されるということでございますそうですなのでですね命を落とす覚悟を持って演舞をご覧いただきたいと思います覚悟だけでお願いしますそれはなんとはい、刀抜かなくて大丈夫ええのかはい、収めていただいて
びっくりしました今。しかしながら、はい、我らこのように熱き命をかけて、はい、この演舞に臨みますので皆さんもその勢いで、はい、気概でご覧くださいね。はい、お願いいたします。はい、そこで皆様に一つお願いがございまして、はい、こちらの戦に皆様も参加していただこうというお願いがあるんですね、なんてや。そうなんです、はい、この後演舞の中で勝ち時と申しまして、はい、拳を突き上げる場面がございます、はい、こちらを皆様ともにやっていただきたいんでございます。よろしいですか、お願いいたします、ね、はい、よろしゅうございますか。中ではございますが皆様ともにお願いいたします。やっていただかねば。あ、トモさん、トモさん、トモさん、皆様の命を。トモさん、ダメです。そういうことはなくていいんです。よろしいか。はい、気持ちだけでいいんです。それでは皆様全力で参りましょう。はい、トモさんに切られないように皆様全力でお願いいたしますね。お願いいたします。それでは皆様右手の拳をご準備くださりませ。よろしいですかの。よろしいですか。さあ、トモさんもちょっと熱気で顔が真っ赤になってまいりましたので、それでは本番の前に練習をしたいと思いますので参ります。皆の者、勝ち時じゃそれ。えいえいおありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ誰も切らなんで済んだ、はい、よかったです。失礼いたしました、はい、皆様本番もそのように元気よくお願いいたします。さあ、我ら名古屋おもてなし部正体は400年前より蘇りし物の不襲だ。本日は現世という戦国の影響の皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は太平なる、この暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々はよみがえる。様にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは味方か。違います。では京さん、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。そうか、面白い。皆の者、出陣じゃ。おわー。
煉瓦がいかに移ろうか。忠義一徹、おびえた天守、我が思いを高さよ。わしは加藤清正であり。いや、山を重ねること一致するね。最後の最後に全国を制覇した天下人、奥川家康。手を出しよう皆さん、写真を撮っとる場合ではにゃ、ほれほれ戦国一の出世が知らせていただきゃ、触ってけよ、はい後ろの前に触りのただだね、はい、おめでとうはい、ちたおめでとう、かわいい姫だな、かわいいな美しい姫になるんだぞ、いいな、かわいいはいはい、いらっしゃいませ、はい、いやでも触ってけよ、はいはいはいあと一回笑いませんぞ、はいちょっと汗まとるね、触ってけよはい、夏は会計じゃ、はい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 わしが戦国一の出世頭、太閤豊臣秀吉じゃ。はい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 。いや。はあ。名古屋名乗りを上げよう。我ら名古屋おもてなし武将隊、今ここに蘇る。ことのなかった天下府、それが信長様の夢でございました。あれから400年、再び夢を叶えるべく我らは蘇りました。わしが信長様の夢を引き、この国を整えたんじゃ。徳川殿や、さようにございます。現馬歩む、あまり聞いたことがなくの、わしが作った言葉じゃ。武器を伏せて太平へとす、俺皆の衆、今の時代はどうじゃ。結構結構、この時代もその精神は続いておる。でした。今もまさに戦国大変になれど、皆様も苦しい戦をよく戦っておられると聞いております。ゆえに我らが話を聞け、天国の世の我らがどう立つか、どう生きたか。今日は何の話だ。はっ、赤城の戦いにございます。皆の者、しかとその目に焼き付けよ。決戦ですな。ようまさか。はっ。お主は自分の死に様についてどうありたいと考える。いかがされました、やぶから棒に。どうありたいと考える。拙者は戦場でこの槍を振るいながら死ねれば本望でございまする。そうか。何故そのようなことを聞かれます。
岡崎に使いに参られた鳥居スネーモン殿を知っておるか。もちろんです。立派な人物だと聞き及んでおります。武田軍に捕らわれたそうじゃ。なんと応援を我らに頼み城に帰る途中のことで。して、いかがなりました。敵は鳥居殿で城に向かって援軍は来ると叫びを強要したそうじゃ。こちら側の戦意を削ぐためか。そうじゃ。さらに敵叫べば命だけは助ける。そう申したぞ。しかし鳥居殿は張り付けにされた城に向かって叫んだそうじゃ。なんと援軍参ります。もう少しの辛抱。方々援軍参ります。もう少しの辛抱です。方々援軍参りまするぞ。もう少しの辛抱ですぞ。鳥居殿は誠の武士である。徳川さん、そのように果てたいのですか。わしはお主のように戦場で果てたいとは思わない。静かな様子この上でしょ。故にこうして戦場におるのじゃ。わしは約束いたす。この日のもと良き国に導くこと。徳川家康何かけて。はあ、それこそが元な演武の共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の衆、負けるに似合うぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時は清まり。ほう、名古屋とここに集まりし皆は明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおえいえいおえいえいお。彼らはここによみがえる。我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた。一心に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。はい。
拙者は誰一人と殺めることなく連合を過ごすことができました。ちょっと待て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 、ごめんなさい、刀抜いとったのか。はっ、はあ、じゃにゃわ、ここは戦場にございます。戦場だけれども、はっ、ごめんなさい、なんじゃ演武が始まるのに人を切ろうとしたんだ。志半ばで散っていく者が持ってるの、それは戦では仕方のないことに。無理がある無理がある無理がある。さあ反省をせよ。はしかしながらそれぐらいの覚悟を持って臨んだゆえに、盛り上がりが人数から考えるともう想像だにせんような盛り上がりでしたな。さようじゃな、入ってくる声が素晴らしかったですな。トーマのおかげじゃ。ありがたき幸せにございました。時にはそういうのが必要じゃな。さあ最後まで宮城よう残ってくれた。どうじゃ、暑いか、暑いよ、暑いか、汗かいておるか。あ、じゃあ徳川殿、早速南家が待っておる。これ誰参りましょうかな。恒例の写真撮影大会じゃ。さあ宮の衆は確かの、これよりは我々戦国武将と共に写真が撮れる写真撮影会を取り行う。なんとでは清正や新鳥羽が説明を。おはようございます。それでは、いつもはじゃあここにそれぞれ武将が旗を持ってこちらに並んでるわけじゃが、この度は地域暑いということで少し日陰のあたりを狙ってまいろうということで、おうおう、この後我々が自分の名前が書かれた旗を持って日陰を求めさまよい歩くこの初毛の武将の後ろにじゃがさながら軍勢のようにゆっくりゆっくりついてってもらいたい。そしてそこで列をなして写真撮影会を行ってまいろうと。よし、徳川家康は向かって右手の木陰を。さあでは座ってみてくれておった南田もおるゆえゆっくりとお立ちをいただいて忘れ物